走り抜け走り抜け果てない夢を最高な笑顔のゴールテープまで風になれ。間もなく金沢マラソンスタートします。人がたくさんです。 On your marks から気をつけてね。ですね、今私にできることは何かっていうのをすごく考えた結果の行動なんですけど、やっぱりせっかくこうやって金沢マラソンを走らせていただけているので、少しでも北陸アイドル部を知ってもらおうという気持ちと、やっぱり25キロとか過ぎてくるとランナーの皆さんしんどそうに下向いてたり歩いてる方が結構いらっしゃって、私もしんどかったんですけど、やっぱりアイドルとして少しでも何かできないか、みんなを笑顔にすることはできないかということで、こういうことを言ったらランナーの皆さんすっごく優しくて、なんか笑顔になってくれる姿とか、頑張ろうって言ってくれる姿を見て、あ、私も頑張ろうって逆に元気をもらいました。ランナーの皆さんを応援するためにも最後まで頑張ります。姉ちゃんと姫子とまなみもいます。イエーイイエーイ。雨がひどいですけれども、ランナーの皆さんにエールお願いします。はい、最後まで頑張れ、最後まで頑張らずに頑張ってください。はい、ありがとうございます。で、最後ゆなちゃんです。今何をしてるんですか？カッパを畳んでます。はい、チャッパはもう今日いっぱい使いましたか？はい、もういらないです。ね、前髪ももうぐしゃぐしゃやもんね。
ありがとうございます。ということでこんな感じで頑張ってます。ゆかり姫最後まで頑張ってください。ゴールで待ってるよ。バイバイ。5キロを過ぎたあたりから本当に足が動かなくて、マラソンがしんどいってこういうことかって思ったんですけど、でもやっぱりしゃがんで屈伸とかしてる時に後ろからトントンって肩叩いてファイトって声かけてくださる方がいらっしゃったり、ファンの方がねこうやって追いかけて見てくださってるから走らなきゃって思って、ちょっとやっぱり歩くの恥ずかしいと思って走りました。あとはさっき25キロ地点で北陸アイドル部です頑張りましょうって言った時に、その聞いてくださってた方が後ろから北陸アイドル部頑張れって私が辛い時とかに声かけてくださりました。本当にありがとうございます。皆さんこんにちは、私たち北陸アイドル部です。今日は多摩山マラソン公式応援リーダーとしてこの場にやってきました。Thank you.
よかったらチャンネル登録やグッドボタンお願いします。バイバーイ。